今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、なんかいろいろ言われてるよな。そうね、最近特に。何か問題でもあるのかしら？問題というか、ちょっと複雑な状況なんだぜ。まず、皇室には、天皇、と、皇族、がいるんだけど、秋篠宮家は、皇族、に属してるんだ。つまり、天皇家とは別ってことね。そうなんだ。天皇家は、天皇、と、皇后、が中心で、皇族は、皇太子、や、王女、など、天皇の血筋を継ぐ人たちのことだぜ。なるほど。じゃあ、秋篠宮家は、天皇家と比べて、どんな立場なの？秋篠宮家は、天皇家の次に重要な家系だぜ。天皇の弟である秋篠宮様が、将来天皇になる可能性もあるんだ。へえ、そうなんだ。でも、秋篠宮様は、天皇になる可能性があるのに、なぜ、最近話題になってるの？それは、秋篠宮様の言動が、従来の皇室のイメージと違うことが原因なんだぜ。具体的に、どんなところが違うの？例えば、秋篠宮様は、伝統的な皇室の儀式について、疑問を呈したり、改革を訴えたりすることがあるんだぜ。そうなのね。それは、なぜ？秋篠宮様は、皇室が時代に合わせて変化していく必要があると考えているんだ。伝統を守ることも重要だけど、時代に合わせて新しい考え方を取り入れることも必要だと考えているんだぜ。なるほど。でも、秋篠宮様の改革案は、みんなが賛成するわけじゃないよね。そうだな。特に、保守的な考え方を持つ人たちは、秋篠宮様の言動をしているんだ。皇室は伝統を守るのが大切だと考えているからな。難しい問題ね。他にも、秋篠宮様は、自身の家族のことについて、こうの場で発言することがあるんだぜ。どういうこと？例えば、お子様である佳子様や雄仁様の将来について、自身の考えを述べたり、メディアに対してコメントしたりすることがあるんだ。それは、伝統的な皇室のイメージとは違うのかしら？そうなんだ。従来の皇室では、家族のことについて、こうの場で話すことはタブーとされていたんだ。なぜタブーとされていたの？それは、皇室のプライベートな部分を、国民に公開することによって、国民との距離を縮めることが、皇室の威厳を損なう可能性があるとされたからなんだぜ。なるほど。確かに、プライベートな部分を公開するのは、ちょっと抵抗があるかもしれないわね。秋篠宮様は、そういった伝統的な考え方を変えようとしているんだ。皇室は国民との距離を縮めるべきだと考えているんだぜ。でも、秋篠宮様の考え方は、みんなが理解できるわけじゃないよね。そうだな。特に、保守的な考え方を持つ人たちは、秋篠宮様の考え方に反発しているんだ。皇室は、国民との距離を保つべきだと考えているからな。難しい問題ね。秋篠宮家を取り巻く状況は、複雑で、意見が分かれる問題が多いんだ。でも、秋篠宮様は、皇室の在り方を真剣に考えていることがわかるよな。そうね。秋篠宮様は、伝統を守りながらも、時代に合わせて変化しようとしているんだと思うわ。秋篠宮家は、これからも注目される存在だぜ。今後も、秋篠宮家の動向から目が離せないよな。本当に、いろいろ考えさせられるわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、なんかいろいろ言われてるよな。そうね、最近特に。何か問題でもあるのかしら？問題というか、ちょっと複雑な状況なんだぜ。まず、皇室には、天皇、と、皇族、がいるんだけど、秋篠宮家は、皇族、に属してるんだ。つまり、天皇家とは別ってことね？そうなんだ。天皇家は、天皇、と、皇后、が中心で、皇族は、皇太子、や、王女、など、天皇の血筋を継ぐ人たちのことだぜ。なるほど。じゃあ、秋篠宮家は、天皇家と比べて、どんな立場なの？秋篠宮家は、天皇家の次に重要な家系だぜ。天皇の弟である秋篠宮様が、将来天皇になる可能性もあるんだ。へえ、そうなんだ。でも、秋篠宮様は、
天皇になる可能性があるのに、なぜ、最近話題になってるの？それは、秋篠宮様の言動が、従来の皇室のイメージと違うことが原因なんだぜ。具体的に、どんなところが違うの？例えば、秋篠宮様は、伝統的な皇室の儀式について、疑問を呈したり、改革を訴えたりすることがあるんだぜ。そうなのね。それは、なぜ？秋篠宮様は、皇室が時代に合わせて変化していく必要があると考えているんだ。伝統を守ることも重要だけど、時代に合わせて新しい考え方を取り入れることも必要だと考えているんだぜ。なるほど。でも、秋篠宮様の改革案は、みんなが賛成するわけじゃないよね。そうだな。特に、保守的な考え方を持つ人たちは、秋篠宮様の言動をしているんだ。皇室は伝統を守るのが大切だと考えているからな。難しい問題ね。他にも、秋篠宮様は、自身の家族のことについて、公の場で発言することがあるんだぜ。どういうこと？例えば、お子様である佳子様や雄仁様の将来について、自身の考えを述べたり、メディアに対してコメントしたりすることがあるんだ。それは、伝統的な皇室のイメージとは違うのかしら？そうなんだ。従来の皇室では、家族のことについて、公の場で話すことはタブーとされていたんだ。なぜタブーとされていたの？それは、皇室のプライベートな部分を、国民に公開することによって、国民との距離を縮めることが、皇室の威厳を損なう可能性があるとされたからなんだぜ。なるほど。確かに、プライベートな部分を公開するのは、ちょっと抵抗があるかもしれないわね。秋篠宮様は、そういった伝統的な考え方を変えようとしているんだ。皇室は国民との距離を縮めるべきだと考えているんだぜ。でも、秋篠宮様の考え方は、みんなが理解できるわけじゃないよね。そうだな。特に、保守的な考え方を持つ人たちは、秋篠宮様の考え方に反発しているんだ。皇室は、国民との距離を保つべきだと考えているからな。難しい問題ね。秋篠宮家を取り巻く状況は、複雑で、意見が分かれる問題が多いんだ。でも、秋篠宮様は、皇室の在り方を真剣に考えていることがわかるよな。そうね。秋篠宮様は、伝統を守りながらも、時代に合わせて変化しようとしているんだと思うわ。秋篠宮家は、これからも注目される存在だぜ。今後も、秋篠宮家の動向から目が離せないよな。本当に、いろいろ考えさせられるわ。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、なんかいろいろ言われてるよな。そうね。最近は、特にいろいろ噂になってるみたいね。まず、秋篠宮家は皇室の一員だぜ。皇太子だった天皇陛下の弟さん、秋篠宮様とその後家族のことだな。つまり、皇位継承順位で言えば、秋篠宮様が次なんだよね。その通りだぜ。ただ、皇位継承の仕方は、法律で決まってるんだ。天皇陛下が亡くなった時に、自動的に皇太子が天皇になるって決まってるんだ。なるほど。じゃあ、秋篠宮様はいつ天皇になるの？それはまだわからないぜ。天皇陛下がいつまでお元気でいらっしゃるかによるしな。ただ、秋篠宮様が天皇になる可能性はあるってことは覚えておけ。確かに、可能性はあるわね。最近は、秋篠宮様の娘さんである眞子様の結婚とか、佳子様の活動とか、いろいろ話題になってるよな。そうね、眞子様の結婚は、いろいろ賛否両論あったみたいね。眞子様は、一般の人と結婚したんだぜ。皇室の伝統では、皇族は皇族同士で結婚するのが普通だったんだけどな。じゃあ、眞子様は、皇室を離れることになったの？そうだな。結婚したことで、皇族ではなくなったんだ。皇室を離れることを、退位、って言うんだ。退位って、天皇陛下がするんじゃないの？天皇陛下が皇位を譲ることを、退位、って言うんだ。眞子様の場合は、皇室を離れることを、退位、って言うんだよ。なるほど。ちょっとややこしいわね。他にも、佳子様は、いろいろな活動をしてるよな。最近は、美術館とかで作品を発表したりしてるんだ。恵子様は、芸術がお好きなのね。そうだな。
佳子様は、皇室の伝統を守る一方で、新しいことに挑戦してるんだぜ。確かに、新しいことに挑戦してる印象があるわね。秋篠宮家って、伝統と革新のバランスが難しい立場なんだよな。皇室の伝統を守りながら、現代社会に合わせて変化していく必要があるんだ。難しい立場だけど、秋篠宮様は頑張ってらっしゃるわね。秋篠宮家は、これからも注目される存在だな。いろいろな意見があるだろうけど、その中で、秋篠宮様は、皇室の伝統を守りながら、現代社会に合わせて変化していく道を模索していくんだと思うぜ。今後の秋篠宮家の動向に注目していきたいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮様の話題について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮様って、最近よくニュースに出るよな。確かに、よくお見かけするわね。まあ、いろいろあるんだけど、特に最近は、ネット上に秋篠宮殿下が映ってる、謎の映像が流出したって騒ぎになってるんだぜ。え、本当？どんな映像なの？内容は、ある種の、大人のビデオってやつらしいんだぜ。そんな、信じられないわ。私も最初は信じられなかったけど、ネット上では、本物だと騒ぎになってるんだ。でも、そんな映像が、本当にあるの？まあ、映像自体が本当かどうかはわからないけど、ネットでは本物だと騒がれてるんだぜ。でも、秋篠宮殿下が、そんな映像に出るなんて、信じられないわ。確かに、信じられない話だ。でも、ネット上では、かなり話題になってるんだぜ。一体、誰が、そんな映像を流出させたのかしら？それが、まだわかってないんだ。でも、この映像が流出したことで、秋篠宮殿下に対するイメージが大きく変わってしまったみたいだな。そうよね。ネットでの反応はどうなの？一部では、秋篠宮殿下へのが強くなってるみたいだ。でも、一方で、この映像が本当に本物なのか疑問視する声も多いんだ。確かに、真相はよくわからないわね。この映像が本当に本物なのか、それとも、誰かの悪意による偽物なのか、今のところ、真相は不明なんだぜ。でも、秋篠宮殿下は、この騒動について、何もコメントを出してないみたいよね。そうだな。今のところ、秋篠宮殿下は、この騒動について、一切コメントを出していないんだ。何か、裏があるのかしら？もしかしたら、この騒動を収束させるために、あえてコメントを出さないようにしているのかもしれないな。そうかもしれないわね。いずれにしても、この騒動は、秋篠宮殿下だけでなく、皇室全体に大きな影響を与えかねない問題だな。本当にそうね。今後、この騒動がどう展開していくのか、注目していく必要があるだろうな。そうよね。この問題、今後の展開が気になるわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は小室圭さんの司法試験合格について解説するぜ。よろしくお願いするわ。小室圭さん、ついに司法試験合格したんだぜ。これで晴れて弁護士になれるってわけだな。本当におめでとうございます。これで、ケイさん、マコさんとの結婚もスムーズに進むのかしら？いや、そうとも限らんよな。むしろ、これからが試練ってところだな。試練？一体どういうことなの？まず、小室圭さんは、弁護士になったからってすぐに安定した収入を得られるわけじゃないんだぜ。弁護士になるには、事務所に所属したり、自分で事務所を開業したりする必要があるんだ。そうなのね。事務所に所属って、就職活動みたいなものかしら？まさにそうだぜ。事務所によっては厳しい競争があるし、収入も安定しない場合もあるんだ。それに、弁護士の仕事って、責任が重大なんだぜ。特に、小室圭さんの場合は、結婚相手が皇族だし、世間の注目も集まっている。プレッシャーは相当なものだろうな。確かに、結婚相手が皇族ってだけで、想像を絶するプレッシャーよね。さらに、嫁姑問題ってのもあるんだぜ。眞子さんの母親である典子様は、元皇族の血筋を受け継いでいるんだ。伝統や格式に厳しい考え方を持っている可能性もあるよな。そうよね。皇室には、長年培われてきたしきたりや慣習があるものね。ケイさんが、
その慣習にうまく適応できるのかしら。結婚って二人のことだけじゃなく、それぞれの家族も巻き込むものなんだぜ。ましてや、皇室と一般家庭の結婚となると、さらに複雑になる。小室圭さんと眞子さんだけでなく、両家の家族が、お互いを理解し、尊重し合うことが大切だな。確かに、結婚って、とても難しいものね。でも、圭さんと眞子さんが、お互いを愛し、支え合っていれば、きっと乗り越えられるわよね。そうだな。二人の愛が試される時でもあるだろうな。結婚は愛だけでは乗り越えられない試練があるのかしら。結婚って愛だけじゃなく、二人の努力と周囲の理解が必要なんだぜ。小室圭さんと眞子さんの結婚がうまくいくことを祈るしかないな。そうですね。二人の未来が幸せでありますように。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、最近メディアでよく見かけるよな。そうよね。ニュースとかでもよく話題になるし。特に最近では、インスタグラムとかで話題になってるんだ。インスタグラム？秋篠宮家って、インスタやってるの？秋篠宮家の公式アカウントはないけど、秋篠宮ご夫妻がインスタ映えするような写真とか動画をアップしてるんだ。どういうこと？具体的に教えて。例えば、秋篠宮ご夫妻がボッチャで交流してる動画とか、ハイタッチしてる写真とか、インスタ映えするよね。確かに、ボッチャって最近流行ってるし、ハイタッチも可愛らしいわね。あと、秋篠宮妃典子様が金沢を訪問した時の動画とかも、インスタ映えすると思うんだ。金沢って、インスタ映えするスポットがたくさんあるから、確かにね。秋篠宮様が世界パラ陸上でお言葉を述べた時の写真も、インスタ映えすると思うんだ。パラ陸上って、スポーツとしても注目されてるし、秋篠宮様のお言葉も感動的よね。秋篠宮ご夫妻がベトナム訪問前に記者会見をした時の動画も、インスタ映えすると思うんだ。ベトナムって、近年人気上昇中の旅行先だから、インスタ映えする写真も、たくさんあるわよね。つまり、秋篠宮家は、インスタ映えを意識して、メディア露出を増やしてるんじゃないかと。そうなの？インスタ映えを意識してるって、どういうこと？インスタ映えって、簡単に言うと、スンスでいいね、がたくさんもらえるような写真とか動画のことだぜ。なるほど、いいね。が、たくさんもらえるような写真とか動画をアップすることで、秋篠宮家の知名度を上げようとしてるってことね。まさに、その通りだぜ。でも、秋篠宮家は皇室の一員なのに、インスタ映えを意識するって、ちょっと違和感があるわよね。各家に、皇室は伝統を守っていくことが大切だけど、時代に合わせて変化していくことも必要なんだ。時代に合わせて変化していくこと、って、具体的にはどんなこと？例えば、皇室の活動内容をスンスで発信することで、国民との距離を縮め、皇室への理解を深めることだ。なるほど。SNS を通して国民と交流することで、皇室への理解を深めることができるのかしら。その通りだぜ。スンスは情報発信のツールとして、非常に有効なんだ。でも、SNS で情報発信することで、皇室の威厳が損なわれてしまう可能性もあるんじゃないかしら。各家に、スンスでの情報発信には注意が必要だ。具体的に、どんな点に注意すべきなの？例えば、スンスでの情報発信は、誰でも見ることができるため、個人情報や機密情報が漏洩しないように注意する必要があるんだ。確かに、個人情報や機密情報が漏洩するのは困るわね。あと、スンスでの情報発信は、や炎上を引き起こす可能性もあるんだ。SNS って、や炎上が多いイメージがあるわね。だから、スンスでの情報発信には、慎重に計画を立てて、適切な内容を発信することが大切なんだ。なるほど。SNS での情報発信には、慎重に計画を立てて、適切な内容を発信することが大切なのね。秋篠宮家は、スンスでの情報発信を戦略的に利用することで、国民との距離を縮め、皇室への理解を深めることができるのかもしれないな。秋篠宮家の SNS 戦略、興味深いわね。今後の秋篠宮家のスンス戦略に注目していきたいな。私も注目していくわ。
解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は佳子さまの福島訪問について解説するぜ。よろしくお願いするわ。佳子さまが8月に福島県を訪問したってニュースで見たよな。ええ、13年ぶりの訪問だったそうね。そうなんだ。なんで今福島県にわざわざ行ったんだろうな。何か特別な理由があるのかしら。実は佳子さまは福島県と深いつながりがあるんだぜ。どういうこと。佳子さまのお父さんである秋篠宮さまは福島県で生まれたんだ。そうだったの。しかも秋篠宮さまは福島県で過ごした幼少時代をとても懐かしんでらっしゃるんだって。なるほどね。だから佳子さまは今回福島県を訪問してお父さんのふるさとを忍びたかったんじゃないかな。それは素敵ね。それに佳子さまは東日本大震災の被災地である福島県を支援したいという気持ちも強く持っているんだぜ。そうなのね。佳子さまは以前から被災地支援に関心を持っていて、実際に被災地を訪れてボランティア活動などもされてきたんだ。恵子さまは本当に優しい方ね。だから今回の福島県訪問は単なるふるさとへの訪問だけでなく被災地への支援という側面もあったんじゃないかな。確かに復興への貢献という面もあるわね。それに佳子さまは福島県だけでなく日本全体の活性化にも貢献したいという強い意志をお持ちなんだぜ。そうなの。佳子さまは皇室の一員として国民の代表として様々な活動をされてきたんだ。それは素晴らしいわね。佳子さまは今回の福島県訪問を通じて国民に元気と勇気を与えたいと考えているんだと思うんだ。確かに恵子さまの姿は私たちに希望を与えてくれるわね。佳子さまの福島県訪問は単なる訪問ではなく国民へのメッセージだったんじゃないかな。深く考えさせられるわね。佳子さまはこれからも国民のために様々な活動をされていくと思うんだぜ。今後の活動にも注目していきたいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家ってなんか最近話題になってるよな。そうね、よくニュースで見かけるわ。いろいろ言われてるけど実際はどうなんだと思う。よくわからないわ。まず秋篠宮家は皇室の中でも特殊な存在なんだ。特殊？どういう意味？皇太子が継承するのを待つ、いわゆる皇位継承順位第2ぐらいの家系ってことだな。なるほど、だから注目されてるのかしら。それだけじゃないぜ。秋篠宮家には独自の伝統や文化があるんだ。伝統？例えば？例えば秋篠宮家は皇室の中で唯一民間企業との取引を言っているんだ。え、本当？本当だぜ。皇室は原則として民間企業との取引は禁止されてるんだが、秋篠宮家は例外的に認められてるんだ。どうして？それは秋篠宮家の収入源が皇室から支給される皇室費だけでは賄えないからなんだ。そうなのね。秋篠宮家は皇室費以外にも民間企業からの寄付や皇室の財産からの収入で生活してるんだ。だから民間企業との取引が認められてるのかしら。そうだな。秋篠宮家は皇室の中でも経済的に自立した存在と言えるだろうな。なるほど。それに秋篠宮家は皇室の中でも最も国民との交流が多い家系なんだ。そうよね、よくイベントで見かけるわ。秋篠宮家は国民との交流を通して皇室の認知度を高め、国民との絆を深めているんだ。素敵ね。秋篠宮家は皇室の中でも最も国民に近い存在と言えるだろうな。そうかもしれないわね。秋篠宮家は皇室の中でも独特な存在なんだ。そうね、いろいろ興味深いわ。いろいろ言われてるけど秋篠宮家は皇室にとって重要な存在なんだ。そうよね、これからも注目していきたいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家の未来、特に雄仁様の進路について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って
最近よく話題になるよな。特に雄仁様の進路に関しては、いろんな意見が出てるみたいだ。そうね。将来、どんな道を歩まれるのか、気になるわ。まず、雄仁様は2024年に成年皇族になるんだ。成年皇族って、具体的にどんな意味があるの？成年皇族になれば、公務や儀式に参加する機会が増えるんだぜ。公務って、具体的にはどんなことをするの？例えば、海外への訪問や、国内での式典への出席とかだな。なるほど。海外訪問って、興味深いわね。雄仁様は、将来、皇位継承の立場になる可能性もあるんだ。皇位継承、難しい話ね。雄仁様の進路は、まだはっきり決まってないんだぜ。そうなのね。雄仁様は、将来、どんな道を歩まれるのか、注目されてるんだ。将来、どんな道を歩まれるのか、私も注目してるわ。雄仁様は、学習院大学で学ぶことに決まったんだぜ。学習院大学って、どんな大学なの？学習院大学は、皇室とゆかりのある大学なんだぜ。皇室とゆかりのある大学って、すごいわね。雄仁様は、大学でどんなことを学ばれるのか、楽しみだな。私も楽しみだわ。将来、雄仁様がどんな大人になるのか、楽しみだな。私も楽しみだわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。